おい、アイム、早く行こうぜ。別に先着順ってわけでもないんだ。そうなんだけどよ、今日から俺ら高校生だぞ。ここの剣道部強いって噂だしな。もうお前には負けん。まあまだ入学したばかりだからな、きっとお前にもいろいろあるぞ。例えば恋をしたり。恋？そん時が来りゃビビッとなるって。タケルは桜子にビビッとなったということだな。なすみません、チラシに面白くのを忘れて風で飛んじゃった。